アフガニスタン和平プロセスとは、アフガニスタン紛争の停戦と将来的な国家再建、平和構築を目指し、タリバーンやアメリカ合衆国、アフガニスタン政府などの間で行われる交渉のことである。タリバーンとの和平交渉は、アフガニスタン大統領のハーミード・カルザイによって長い間提唱され、イギリスやパキスタン政府も賛同していたが、アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュ政権が、 反対していた。2007年9月、カルザイはターリバーンに和平を提案したが、ターリバーンは外国軍の存在を理由に即座に拒絶した。2009年までにアフガニスタン国内で戦争終結に対する支持が広がったが、その方法については論争があり、2009年アフガニスタン大統領選挙の主要な争点になった。2009年1月、バラク・オバマが アメリカ合衆国大統領に就任した。カルザイは再戦後のテレビ演説で、ターリバーンの兄弟たちに家に帰って、強度を抱きしめるように呼びかけ、国民大会議、ロヤジルガの開催計画を発表した。しかし、オバマ政権がアフガニスタンにアメリカ軍を増派して、中流軍を倍増させたのでうまくいかなかった。カルザイは2010年1月のロンドン会議で、ターリバーンに、 再び和平を呼びかけ、アメリカ合衆国国務長官のヒラリー・クリントンも提案を指示した。2010年5月、カルザイは、米国平和研究所で、将来の和平プロセスは、アルカアイダや、その他のテロリストネットワークやイデオロギー集団に、属さないターリバーンや、その他の武装集団と共に行われると述べた。またカルザイは、ターリバーンは、田舎の若者で、 アメリカ合衆国を憎んでおらず、むしろ彼らの多くはチャンスを得るために、アメリカ合衆国を訪れたいと思うだろうと述べた。タリバーンの創設者の一人で副司令官のアブドゥルガニバラダールは、アメリカ合衆国やアフガニスタン政府との対話に、対して肯定的なタリバーンの指導者の一人だった。しかし2010年2月、アブドゥルはパキスタンの都市から地で行われた、 アメリカやパキスタン軍による襲撃によって捕らえられた。一説によると逮捕の直前に行われたアフガニスタン政府との会談でカルザイ大統領を激怒させたことやパキスタンの情報機関が和平に反対していることなどが逮捕の引き金になった。2010年6月アフガニスタン平和国民大会議が開催されたがタリバーンは姿を見せなかった。2010年に オバマ政権の考え方と戦略が変わり、ターリバーンと交渉を行っても良いと考えるようになった。またターリバーンは、アフガニスタン政府は、アメリカの操り人形であると考えており、アメリカ合衆国政府との直接交渉を望んでいた。その結果、アメリカ合衆国とターリバーンの間で、散発的に交渉が行われ、2010年10月に、タリバーンの指導部が交渉のために、 北、大西洋条約機構の飛行機で、パキスタンからカブールに来訪した。しかしターアリバーンの上級指導者である、アフタル、ムハンマドマンスールは偽物で、ナト o は騙されているのではないかという説もあった。同年9月、カルザイ大統領は、アフガニスタン高等平和評議会を設立した。2011年5月、アメリカ軍はパキスタンで、ウサーマビン・ラーディンを殺害した。 アメリカ合衆国はパキスタンに対して、タリバーンの一派であるハッカニーネットワークを取り締まるように求めたが、パキスタンは兵力不足を理由に拒絶した。同年6月、カルザイはアメリカ合衆国とタリバーンが秘密交渉を行っていると認めた。しかしこの交渉は2011年8月までに破談になった。その後別の交渉が行われ、 例えば2012年3月に中断された交渉や2013年6月に中断された交渉などの存在が明らかになっている。カルザイ大統領はターリバーンがカタールに政治事務所を開設して亡命政府のような形式を取ったことに激怒したと言われる。2014年12月国際治安支援部隊が終了し最盛期には約13万人にも及んだ。 外国軍の多くが国外に撤退した。2015年、イスラム国がパリ同時多発テロ事件などを起こし、世界中にテロ活動の輪を広げていた。1月、タリバーンの一部がイスラム国に寝返って、ホラサン州、アイセル系の設置を宣言したので、アフガニスタンの治安当局はタリバーンがイスラム国に暗いするのではないかと警戒した。 また、アフガニスタンのドスタム第一副大統領は、パキスタンの軍統合情報局が、アフガニスタンの約半分の州で反乱を先導しており、タジキスタンやウズベキスタン、中華人民共和国のウイグル族やロシアのチェチェン人などの外国兵が、アフガニスタン国内に侵入して、攻撃を行っていると考えていた。2015年5月、 アフガニスタン政府とターリバーンとの非公式協議が行われ、ターリバーンの政治事務所をカタールのドーハに開設することで合意した。7月、パキスタンの仲介で、アフガニスタン政府とターリバーンの公式和平協議が行われ、ターリバーンの最高指導者、ムハンマド・オマルが声明を発表した。ところが、その直後オマルが2013年に病死していたことが明らかとなり、 交渉は中断した。タリバーンの内部でも構想が勃発し、武力衝突が起きた。同年9月、タリバーンがアフガニスタン第5の都市クンドゥーズを一時的に占領し、アメリカ軍が完全撤退を断念した。2016年1月、パキスタンがアフガニスタン政府や中華人民共和国、アメリカ合衆国と4カ国調整グループを結成し4社、調整協議を主催したが、 タリバーンは出席しなかった。3月、タリバーンの内部構争が勃発し、ヘラートで150人が死亡する大規模な戦闘が行われた。5月、アメリカ合衆国はタリバンの最高指導者であるアフタル・ムハンマド・マンスールを殺害した。一説によると、アフタルは和平協議には否定的だったという。公認の最高指導者にはハイワトゥラー・アクンザダが就任した。 7月、ターリバーンの代表団が北京を訪問し、助力を求めた。中華人民共和国は、アフガニスタンと国境を接し、国内問題として、新疆ウイグル自治区を抱えていることや、一帯一路のインド洋の出口として、パキスタンを重視していることから、アフガニスタン紛争の終結を望んでいた。9月、アフガニスタン政府はヘクマティアルハとの和解に合意した。10月、 ターリバーンはアフガニスタン政府と情報交換を行った。またターリバーンの特使がパキスタンに派遣されたという説もあった。同月2回目の QCG 協議がオマーンで開催された。12月ロシアがモスクワでアフガニスタン和平協議を開催した。モスクワでの協議は翌年4月までに3回行われ中国やパキスタン、アフガニスタンやインド、 イランや中央アジア諸国などが参加した。シリア空爆に続くロシアの積極的な外交に危機感を感じたアメリカはロシアによるタリバーンへの武器提供を理由にモスクワの協議から距離を置いた。2017年1月、アメリカ合衆国の大統領にドナルド・トランプが就任した。2月、イスラム協力機構がアフガニスタン問題について議論を行った。 6月、アフガニスタン政府は、タリバーンとの和平を目指すカブールプロセスを開始した。同月、上海協力機構が、アフガニスタンの和平協議について、議論を行った。10月、アフガニスタン政府の支配地域は407軍中231軍に過ぎないことが判明した。政府とタリバーンは122軍の支配を、争っており、 タリバーンが54軍を支配していることが分かった。タリバーンの支配地域は2015年11月から2017年8月の間に倍増しており、紛争地域も1.4倍増加した。ウルズガン州やクンルーズ州、ヘルマンド州の大半はタリバーンに支配されていた。同月、イスラム国の首都ラッカが陥落し、フランス人などを含む一団が、 アフガニスタン北部に逃れて軍事拠点を建設し、ターリバーンと戦闘を行っていることが分かった。ロシアは2019年時点で5000人のイスラム国兵士がアフガニスタン北部に潜伏して、ロシアを含む中央アジア地域を脅かしていると考えている。12月、イスタンブールプロセスアジア中核国会議がアフガニスタン問題について議論を行った。 2018年1月、アメリカ合衆国政府はパキスタンがハッカーニネットワークに対する支援を止めるまでパキスタンに対する軍事援助を停止すると発表した。2月、ターリバームはアメリカ政府に対してアメリカとその同盟国は今こそアフガニスタン問題が軍事的に解決できないことを理解しなければならない。アメリカは今後は戦争ではなく、 和平に集中しなければならないと述べ、アフガニスタン政府の頭越しに和平交渉を行おうとした。数日後、アフガニスタン大統領のアシュラフガニーはカブールプロセスの第二回会合で大胆な和平プロセスを発表した。その内容は、ターリバーンと無条件に和平交渉を続け、ターリバーンを合法的な政治団体として完全に認め、 ターリバーンの捕虜を解放するというものだった。これは戦争が始まって以来アフガニスタン政府が表明した最も重要な和平提案だった。提案の後数ヶ月にわたって国民的合意が形成されアフガニスタン国民も政治的手段で平和裏に戦争を終結させること、熱望していることが分かった。年月日、ガニ大統領とタリバーンは ラマダン明けの井戸アルイコールフィトルの間、停戦を行うと発表した。一説によるとこれは新年祝賀の祭りのオルーズの期間中に自動車爆弾で14人が死亡したことに抗議するヘルマンド州のラッシュカル側の活動家の運動が発端になったという。彼らはタリバーンの支配地域を横断してカブールまで数百マイルの平和行進を行い、ガニー大統領と会談し、 国連アフガニスタン支援ミッションのビルや大使館の外で抗議の座り込みを行い、アフガニスタン国内の和平運動の機運を盛り上げた。またターリバーンの最高裁長官が最高指導者に対して市民の犠牲に配慮するように要望書を出したことを公表した。しかし市民の期待にもかかわらず停戦は長続きせず、ターリバーンは6月18日に戦闘を再開した。 2018年7月、アメリカ合衆国のアリス・ウェルズ国務、時間補佐官大臣が、カタールの政治事務所で秘密裏にターリバーンと会談を行った。これは、トランプ政権が和平を進めるという兆しだった。ドランプ大統領は、ターリバーンの安全地帯になっているパキスタンにも圧力をかけた。8月、クエッタ軍事評議会では、シラジュリンハッカニなどが、 戦闘継続を主張しているが、半数は和平に前向きであるという説が報じられた。9月、ジャラルディン・ハッカニが病死した。2018年9月5日、ザルメイ・ハリルザドが、アメリカ合衆国国務省のアフガニスタン、和平担当特別代表に就任した。ザルメイはアフガニスタンから、海外の大学に留学し、アメリカ合衆国で、大学教授や高級官僚や大使を務めた。 人物である。10月12日、カタールでザルメイを主犯とするアメリカ合衆国の特使とターリバーンが会談を行った。同月、パキスタンがターリバーンの創設者の一人として有名なアブゼルガニバラダールを釈放した。また11月にはロシアが主催する和平会議が行われた。アフガニスタン政府はアメリカ合衆国に配慮して出席しなかったが、 高等平は評議会を派遣し、ターリバーンと個別協議を行った。2018年12月、アラブ首長国連邦のアブダビで、アメリカ合衆国や会合を仲介した、パキスタン、ホスト国のアラブ首長国連邦、サウジアラビア、アフガニスタン、ターリバーンが参加する会議が開かれた。この会議では、アフガニスタン政府とタリバーンが出席者として同席したが、タリバーンは、 アフガニスタン政府の存在を認めていないため対話を拒否してアメリカ合衆国の特使ザルメイ・ハリルザードに批判された。ターリバーンはアメリカとの直接交渉や外国軍の撤退を求めている。同月、アフガニスタンのターリバーンはカタールでアメリカと再度交渉を行う予定があると発表した。2019年2月、アフガニスタン人同士の会談がモスクワのホテルで開かれ、 タリバーンや前大統領のハミード・カルザイなどが参加したが、アフガニスタン政府は参加しなかった。2019年2月25日、タリバーンとアメリカ合衆国の和平会談がカタールで開かれ、アブズルガニバラダールが参加した。アメリカ合衆国の特使ザルメーハリルザドは、和平協定の総案に合意したと述べ、タリバーンも交渉が進んでいると認めた。この総案では、 アメリカ合衆国や外国軍がアフガニスタンから撤退する代わりに、ターリバームはアフガニスタン国内でジハード主義集団が活動しないようにすることなどが含まれていた。一説によると、この交渉にはパキスタンの後押しがあるという。2019年4月29日、アフガニスタン政府は和平のための国民大会議を開催し、ターリバームを招待したがターリバームは出席しなかった。 5月、ターリバーンの代表団とアフガニスタンのベテラン政治家たちがモスクワで3度目の会談を行った。2019年8月12日、アメリカ合衆国とターリバーンは第8回協議をカタールで行った。ワシントンポストはアメリカとターリバーンの和平合意は間近でアフガニスタンから兵士5000人の撤退準備を行っていると報じた。同月、 ターリバーンの最高指導者ハイバトラー・アクンザダの弟が爆殺された。9月、ザールメイ・ハリルザド特使は和平合意の最終承認は大統領が行うと述べた。しかしカブールでアメリカの兵士など11人が殺害される攻撃があり、トランプ大統領はターリバーンの指導者との和平協議の開催を取り消した。ターリバーンは交渉のドアは開いていると主張し、 和平協議の再開を訴えた。カタールのドーハで和平合意に署名するタリバーンの代表をアブドルガニ、バラダルト米国の特使ザルメー・ハリルザド2019年11月末、トランプ大統領はタリバンが取引を望んでいると述べ和平協議が再開したことを明らかにした。同月、アメリカはシラジュリン・ハッカニの弟などを釈放した。12月、 ターリバーン指導部の会議が行われ、アメリカの要求に応じて、停戦を行うかについて議論した。2020年2月22日、アメリカ合衆国とターリバーンは7日間の暴力削減に合意し、2月29日に和平合意を結んだ。和平合意ではアメリカは135日以内に、中流米軍を12000人から8600人に縮小すること。 タアリバーンはアフガニスタンをアメリカなどに対するテロ攻撃の拠点にしないように過激派を取り締まること、約束が履行されれば、中流米軍は2021年春に完全撤収することが決まった。アメリカ合衆国はタアリバーンにアフガニスタン政府が捉えたタアリバン5000人の釈放を約束した。しかし、捕虜の釈放はアフガニスタン政府の頭越しに決められたもので、 アフガニスタン政府の預かり知らぬところだった。ターリバーンはアフガニスタン政府の治安部隊を和平合意の対象外として攻撃を続けていたので、アフガニスタン政府は脅威度が高いターリバーンの上級指揮官の釈放に難色を示し、1500人の条件付き釈放を提案した。4月、ターリバーンはアフガニスタン政府の提案を拒絶し、交渉を打ち切った。 5月、ラマダン明けのイード・アルフィトルの停戦が実現したため、アフガニスタン政府はターリバーンを最大で2000人、釈放すると発表した。9月、アフガニスタン政府とターリバーンの初の和平交渉が、カタールで開催された。ターリバーン側からは、交渉団団長のマウラウィー、アブドゥル・ハキーム・ハッカーニやモハマド・ナイム、ワルダック報道官などが出席した。アフガニスタン政府は、 停戦や民主主義の維持を求めたが、ターリバーンはイスラム政体の樹立を主張し、7000人の保虜釈放を求めた。10月、和平交渉の手続きに関する交渉が断続的に続いた。ターリバーンはアフガニスタンイスラム主張国の復活は求めていないが、アメリカ合衆国とターリバーンの和平合意を母協定とし、 ハナフィー学派の方角に従って解決することを求めている。結局、2020年中にターリバームは停戦に応じなかったが、トランプ政権は一方的に中流軍を約1万人削減し、2021年1月までに2500人に縮小した。2021年1月、アメリカ合衆国の大統領にジョー・バイデンが就任した。アフガニスタンでは、 ターリバーンの攻撃が続き、民間人に多数の死傷者が出ていた。また、ターリバーンとアルカアイダの協力関係も続いていた。アフガニスタンでは、その他にもイスラム国からの武装難民の流入、新疆をイグル自治区の分離独立を目論む、東トルキスタンイスラム運動の活動などがあり、アフガニスタン情勢はアメリカ合衆国だけでなく、国際社会としても感化できない状況に陥っていた。 2月、アメリカ合衆国や北大西洋条約機構は4月末の完全撤退を断念し撤退期限を延長した。3月、カタールが主催する和平協議への失望が広がり、バイデン政権は国連やロシア、中国、インドなどの地域大国を交えた多国間による和平交渉の実施を模索した。インドはパキスタンと敵対しているため従来は、 和平協議に参加してこなかったが、バイデン政権は交渉の枠組みに加えた。インドは統一された民主主義国としてのアフガニスタンを支持している。また、バイデン政権はターリバーンと同じイスラム教国であり、北、大西洋条約機構の一員でもあるトルコを活用する姿勢も打ち出した。トルコは国連やカタールとともに和平会議を主催する。また、 多国籍軍の撤退後もトルコ軍が残留し、アルカアイダの監視に協力する案が検討された。同月、ロシアが主催する和平会議が開かれ、中国やパキスタンの他2従来は、ロシア主導の和平から距離を置いていた、アメリカのザールメ・ハリル,ルザド特使が初参加した。一方、ターリバーンは、外国軍が撤退するまでは、アフガニスタン政府との和平交渉に応じないと主張しており、 地方組織はアメリカに勝ったと公言している。一説によるとターリバーンはロシアやイラン、トルクメニスタンなどの周辺国に外交団を送って味方に引き入れようとしているがロシアはアフガニスタン政府と交渉するように釘を刺したという。4月、ターリバーンは神が禁じているとしてトルコ主催の和平協議への参加を拒否したのでパキスタンがターリバーンを説得している。 ターリバーンの交渉団団長のアブドゥル・ハキーム、ハッカーにはカタールからパキスタンに帰国し、ターリバーン指導部と協議を行っているという。和平合意の主要な課題の一つは、憲法で保障された言論の自由、教育の自由、女性の権利である。ターリバーンの方はこれらの権利に反している。カルザイ元大統領やガニー大統領、 アブドラ行政長官はこれらの権利を守ることが非常に重要であり和平合意の犠牲にすべきではないと考えている。また和平合意の間もタリバーンは首都や2019年アフガニスタン大統領選挙に対する攻撃やテロを繰り返しており、ベトナム戦争のようにパリ協定の後の再後陥落が起こる危険性がある。 2016年のアフガニスタンのアヘンの生産量は4800トンである。これは全世界の生産量の8割に相当し、アヘンによる収入は年間30億ドルに及ぶ。ターリバーンはヘルマンド州などでアヘンやヘロインなどの麻薬を生産し、麻薬農家に課税し、麻薬を国外に輸出して多額の収益を得ており、その額は ターリバーンの収入の半分に相当する。一説によるとトランプ大統領はターリバーンと協定を結んでも現場指揮官が従うかどうかわからないと考えている。一説によると2019年現在も3000人のアルカアイダがターリバーンに参加し軍事協礼などを行っている。タリバーンが女性の教育を禁じていた時代もあったが現在はイスラム法に従った女学校を 認めている地域もあるという。ターリバーンは、相続や刑事事件、婚姻に関する女性の権利はイスラム法で守られており、キサースやハット系などで対応する。ヒジャブを身につけていれば、社会的な活動やビジネス、教育、医療に従事することもできると主張した。民主主義についてターリバーンは、外国の手先である大統領を利するだけであるとして、否定している。 ターアリバーンはイスラム教に基づく中央集権国家を望んでおり民主政府との連合政権には否定的である。ありがとうございます。